動画をご覧の皆様こんにちは。本日はですね、ここ延岡市役所から僕たち動画クリエイター3人がですね、延岡市の魅力をですね、県外の多くの人に伝えるべくですね、それぞれ得意な分野で取材を行ってきました。僕らが初めてという方もいらっしゃるかもしれないので、まずですね、僕らの自己紹介をちょっとさせてください。僕はですね、本日の司会進行を務めますタカと言います。ためになるアップルの話という、チャンネルを運営してまして、スマホとかタブレット、少し、ね、苦手意識があるという方でもですね、分かりやすく、使えるように、楽しく使えるようになる、情報をですね、配信しているチャンネルを運営しております。で、こちらの方お願いします。はい、私はケニスと申します。私は全国のグルメとかお酒を動画を通じてこういろんな方に知っていただく活動をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はタケ TV と申します。車の動画でよく試乗動画とか車の紹介をよくしております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、もうこちらにお座りになられているんですが、本日とてもビッグな方にお越しいただいております。こちらの方でございます。はい、あんまりビッグじゃないですが、延岡市長の読み山と言います。今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。市長さん、はい、我々3人ですね、はい、それぞれ延岡市の魅力を実際に体験してですね、はいはい、で、その上でですね、今回読山市長さんに直接お話を聞く機会をいただきまして、お忙しい中本当にありがとうございます。特にですね、企業誘致にこう力を入れられているということですので、この限られた貴重な時間ではあるんですけども、はいはい、我々3人がですね、はい、それぞれ見聞きした、はい、感想とかですね、はい、あと聞いてみたいなということもですね、ございますので、はい、それぞれちょっとお話しさせていただこうかと思ってます。はいはい、まずじゃあケニスさん、はい、お願いします。はい、市長よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は私このグルメとあとこのいろんな観光を巡らさせていただきました。朝は鮎を食べて、でその後この日本庭園を歩いてですね、はい、でその後にチキン南蛮をいただきました。でそのチキン南蛮を食べる時にこの延岡のクリエイターさんとお話しする機会がありまして、そこでお話のした内容なんですけども、はい、いや延岡の女性にとってすごく働きやすいっていうお話と、お子様の教育にすごく力を入れてるっていうお話を聞きました。はい、そのあたりすごく興味あります。はい、あと延岡市に進出するメリットっていうのもかなり高いのかなっていうところと、はい、あと市長の好きなものは何でしょうかっていうことをぜひお聞かせ願いたいなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ次竹さんお願いします。はい、今日は電気自動車で、はい、延岡市の方までドライブしてやってまいりました。朝一番から朝子山の方にドライブして登りまして、今日はすごいいい天気で町全体が見渡すことができました。で旭化成の大きい、ね、会社とかあとなんかいっぱいやっぱ川が目立って水が豊かなんだなと思いました。でそういった暮らしの中救急車が走ってたんですね。でちょっと病院とかもあり、なんかドクターヘリも飛んでるということで、まあ、その一環で空飛ぶ車っていうのを、はい、まあ、救急で考えているということで、はい、今日はちょっとその辺お聞きしたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。僕はですね、本日延岡駅西口街区ビルに主にお邪魔させていただきまして、はい、実際にですねローカル 5G とかあとはですね仮想現実拡張現実の技術をですね実際に体験するということをですね行ってきたんですけども、非常にですね技術的に最先端行っているにもかかわらずですね、ちゃんと手触りのある形で見ることができたんですね。これも非常に驚いてます。で実はです、僕今回このお邪魔させてもらおうと思ったきっかけはですね、延岡市さんのアプリでですね、いわゆるお散歩でポイントを貯めるっていうアプリなんですけども、僕がよくよく見るとですね、健康診断の記録がつけれたりとか、何かですねこの先につながるようななんか大きなねこうちょっと考えをちょっと見ることができたなというふうに感じましたので、その辺が今後の展開をちょっとお聞かせ願えればなっていうところが一つとですね、あとはですねIT 人材の育成に力を入れているということもですね職員さんから伺いましたので、その辺ちょっとお聞かせ願えればというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず本当に女性の方も働きやすい、そして子育てしやすい町という点で言いますとですね、はい、うちの町保育料もだいぶ下げてますし、あと子どもの医療費もですね本当に負担を小さくする、
例えば入院はもう0円とか、あるいはその、まあ、1月200円以上は払わなくてもその通院できるとかですね、そういうことをやっております、スタートすることにしてますし、あとまた子どもさんのやっぱ教育っていうのがすごく大事だと思うんですけど、全国にない延岡市だけのですね仕組みが実はありまして、そういう意味ではその子どもさんがですね本当素直に本当にこう自分は自分でいいんだよ、自分らしく生きていくんだよっていうことが本当に育んでいけるような、そんな教育も行ってますので、それによってまあ結果的には子育て、そして子どもの育ちがですね本当にこう保護者の皆さんにとってもこう楽しみになるようなですね、そんなことをやっています。少し教育のことを説明させていただきたいと思うんですけども、実はですねよく学校と家庭と地域の3者が教育を担うというふうに言われてるんですけど、今の問題というと学校は何でもそのこれも学校でやってくれ、これも学校でやってもらわなきゃ困るということで、たくさんこう地域から期待されちゃう。だけどもうアップアップしてると、学校もちょっと限界がある。そして家庭、これは家庭でやってもらうことですよねっていう話しても、ご家庭も様々ですし、あと言うと一人親のご家庭もあったり、共働きでお忙しいご家庭もあるということで、家庭に全部任せるっていうのも難しい現実がある。そしてあと地域も高齢化が進んで、だんだん以前のようには地域で子どもを育てるっていうのはちょっとしづらくなってる。そうした場合に学校と家庭と地域の3者が頑張れって言い続けても問題解決しないんで、第4の存在をですね新しく作ろう、いわばもう一つの学校ということで、私たちはこの延岡子ども未来創造機構というですね、これ社団法人なんですけども、社団法人を作りまして、学校ではなかなか十分にやりづらいプログラミングだとか自然体験プログラムだとか、そういったものをやるようにしています。ですからこう学校ともう一つの学校の両輪で教育をやるということにすることで、本当にこう子どもたちがその子の本当に良さを伸ばしていくということができます。そしてまたさらに言いますと、記憶だけじゃない、その要は人間力を育むということで、いろんなこう困難を乗り越えるとか、あるいは諦めないで挑戦し続ける、そういうことをですね小さいうちから経験してもらおうということで、例えば延岡は旭化成の町で、製造業の町ですので、物を作っていくということとプログラミングを合わせた、これスティーム学習っていうんですけど、スティーム学習っていうのをすごく盛んにやってまして、でそうすると試行錯誤しながらトライアンドエラーやりながら、だけどそのエラーが楽しいというような学びも自然とできるようになりますし、あとうちの町はアスリートタウンというふうに言われてるんですけど、オリンピックの旅ごとにですね柔道でメダルを取ったのは実は延岡の旭化成の選手だったり、あるいは松田丈志さんという水泳の選手も4大会オリンピック出たとかですね、で陸上でも活躍している人いますので、そういうスポーツマンシップあふれる町なんですけど、どの選手もですね何度も挫折してるんですね。もうやめようかと思った、自信がなくなった、眠れなくなった、だけどやっぱりいろんな出会いとかいろんなことをきっかけにそれを乗り越えることができる、そういう生きたですねアスリートがいわば教材として町に住んでるっていうのがうちの町の特色です。そしてまたこれ旭化成をはじめとした地元企業の世界一の技術を育んできた歩みともつながるんですけど、例えば吉野彰博士がノーベル化学賞を取られました。リチウムイオン電池の発明ということなんですけど、これも何回も試行錯誤して、で実は会社の中でですね赤字部門だからもうやめた方がいいんじゃないかと言われながらも、いや絶対うまくいくといういわば現場の人たちの信念ですね、それで挫折を乗り越えたらなんとノーベル賞の技術になったという話もありまして、そういうのを私たち目の当たりにしているので、やっぱ子どもたちにもそれを生のお話じゃなくて実話として伝えることができるというですね、そういうこともあります。でまた何て言いますか、今東京大学とか慶応大学、あるいは東京学芸大学などと全国の大学とこう、ね、連携していろんな取り組みを進めてますので、やっぱ最先端の大学とか企業さんとつながって、本当に日本がやらなきゃいけないことの第一号に延岡ができると、その分野でやっぱ教育のチャレンジもしていくことができるということで、そしてあと豊かな自然ですね、海山川でダイビングができたり、サーフィンができたり、あるいはカヌーができたり、それからまたトレッキングができたり、そういうのもできるような街ですので、本当にこう心を豊かにというか人間力も育むっていう、それチャンスを学校とは別の組織がしっかりと
提供するというのはこの延岡の教育の在り方でして、そういう意味では日本の教育を延岡から変えるということにもなるかと思いますけれども、延岡だからこそできる、だからそういう意味では生活をされるということによって、本当に延岡で子どもさんも一緒に住んでよかったな、そう思えるような町にどんどんしているところであります。少し時間いただけて恐縮なんですが、実は延岡の子どもたちってすごく素直でいい子っていうのを分かってもらおうと思って、これ定期的に文部科学省がやっている全国学力学習状況調査の結果なんですけど、これ小学生ですね。で見ていただきますと、いじめはいけないと思いますかって言ったら 97% 以上の子がいけないって、これ全国平均より高いんですね。で人が困っているときは進んで助けますか、これも全国平均より高い 90% ぐらいの子が、あるいは友達と協力するのは楽しいですかって言ったら 94% 以上が楽しいっていう、これ全部全国平均より高いんですね。で勉強好きですかって、好きですって答える子がいる、すごくこう素直な子どもの姿っていうのがこれで見えてくると思いますし、これ中学校3年生の結果もほぼ同じでして、やっぱり人の役に立つ人間になりたいと思いますか、なんと 96% の子どもがそういうふうになりたいと思ったりとかですね、あるいはその ICT なんかは役に立つと思いますかって、やっぱ 96% の子が役に立つ思いますよと、数学好きですかって言ったら全国平均より高い 62.7% ということで、すごくなんて言いますかね、素直な本当にこう伸び伸びした子どもたちの姿というのが見えると思います。そしてその町でさっき言いました新しい仕組みを今動かし始めましたので、その結果、延岡で育った子どもはどうなのかということですけど、素直でまっすぐな子ができる、子が育つ、あるいは私は私でいいんだっていう自己肯定感を育むっていうのを、その今延岡子ども未来創造機構でやってますので、本当に自分は自分でいいんだよという子どもたちが本当に活躍でき、そして人間力、生きる力、想像力、あとワクワクする気持ちをいつまでも持ち続けるということですかね。であとその延岡子ども未来創造機構でデータサイエンスとか論理コミュニケーションとか英語ディスカッションっていうのを力も育んでいこうということで、本当に延岡で育った子どもがこういうのを力を身につけるようなことができます。でそれはやはりもともと素直な子が多いっていうのもありますけど、豊かな自然、そしてものづくりの街、アスリートタウンによるスポーツマンシップとかチームプレーの精神もあふれてますし、その延岡子ども未来創造機構っていう存在があるので、こういった子どもが育ちますよということで、ですから本当ぜひですね、子育てするなら延岡 でそして子どもさんがやっぱりこうと伸び伸びと本当にこう朗らかに生活していることが何よりのお父さんお母さんにとっての幸せだと思いますけど、そういうものをしっかり追求していただけるようにですね、今政策もしっかり動かし始めましたので、ぜひその点は皆さんにお分かりいただきたいなというふうに思っているところであります。実際にちょっとご覧いただきたいと思うんですけど、もうすでにこうやっていることなんですけど、こうやってプログラミングとものづくり組み合わせて、いろんな車作ったりとかですね、そういう工作もやってますし、あとスポーツ選手がこんな挫折したけど自分はこうやって乗り越えられたんだよっていう話を生で話してくれるとかですね、あとプレーパークってもう遊びの達人みたいなですね、子どもたち育もうとか、あとこういうダイビングやったりとかですね、あと論理コミュニケーションといいまして、これ慶応義塾大学の SFC 研究所と連携してそこが作ったプログラム科目なんですけども、自分の言いたいことを相手にちゃんと伝わるように話すことができたり伝えたり、あるいは相手がいろいろおっしゃってる中から大事なとこを掴んで打ち返すことができる、これ大学進学するにしても就職するにしても絶対必要な力だと思うんですけど、こういうのをもう今のうちから育んでいこうということで、全部の中学校で論理コミュニケーションという授業をやってるのはうちの延岡だけなんですけども、こういうこともやったりとかしていまして、いろんな経験もこの新しい仕組みを作ったことで実現できるようになっています。企業の優遇制度につきましては、このようなかなりいろいろな応援をさせていただいています。税金の免除、あるいは土地を買うときの免除などもありますけど、まず通信回線のですね、8割を補助するということがなかなか他の町ではやってないと思います。今と IT の時代ですから、これ絶対大事な応援だと思ってますし、あとお一人当たり例えば年間60万円補助させていただきますということなどによりまして、やはり今人っていうのがすごく大事だと思いますし、優秀な方を確保する上でやっぱりどうしても企業さん大事なんだけど経費が気になるっていうところありますけど、そこのところをやっぱり力強く
応援させていただいているというところが他の町と違った応援になると思います。そのとはもちろんハード面での応援もさせていただいてますし、新しいコワーキングスペースなんかもすごく安い金額で使っていただくようにしてますけれども、こういった優遇制度しっかりまた皆さんに使っていただきたいなというふうに思っているところであります。あと加えてですね、やはり特に IT の人材もそうですし、今製造業にしても流通にしてもやっぱりこうなんていうんですか、デジタルリテラシーというか、そういうセンス持った方が絶対必要だということがあると思うんですけど、そういう方々をですねしっかり育成しようということで、今市の独自の人材育成事業というのをやってまして、で大体これ初級中級上級というふうになったとしますと、今大体この初級編の人材というのはある程度、できるところあるんですけど、我々専門機関と連携して中級の部分のですね、しかも今すでに社会人になっている方、あるいはこれからお仕事を探そうとする方、さらに高校生大学生、こういったそれぞれの世代ごとにプログラムを走らせて人材育成するということもやりだしましたので、その意味ではここに延岡に行くと本当に仲間がいるんだろうか、人がいるんだろうかっていうところについてもしっかりと胸を張って延岡に人がいますっていうことをですね言えるような街にしています。で もちろんこういうその働く人材とは別に市民の皆さんの例えばシニアの方でスマートフォン使ったことがないとかですね、そういう方も絶対取り残しちゃいけないということで、今延岡市毎月ですね無料のスマートフォン講座やってまして、これ結構おかげさまで人気なんですけども、そういうことで例えば町の地域通貨のアプリですとか健康づくりのアプリなんかもシニアの方でもスマートフォンをスムーズに使えるようになっていただいて、そしてこう、楽しみながら健康づくりしていただくとかですね、そんな環境を今どんどん整えてますので、本当に多分延岡のシニアの方はなんか同じ年齢でもなんか他の町よりなんか若々しいなみたいなですね、そういうことも実現できる方向で今取り組んでいるところであります。いや本当延岡の食べ物ですね自家自産じゃないですか、なんでも美味しいんですね。どう美味しいかって本当お見せできる予算なんですけど、私が好きなものの中でお魚ですね、魚がですね、本当に魚が嫌いな子も多分延岡で生活すると好きになると思います。だからこう骨太になるんですけど、特にですねサバの刺身、これはぜひおすすめをしたいし、私大好きなんですね。サバって足が速いって言われますので、本当に産地じゃないと刺身って食べれないんですけど、延岡はサバの刺身が美味しく食べる、しかも本当に口に入れるとですねこうとろけるような本当に美味しいお魚ですので、これもぜひおすすめですし、私も大好き でしかもスーパーに行くとですね、こんな値段でこんなに食べれるのみたいなですね、サバの刺身がですよ、もっと値段つけてもいいのかなっていうふうによそのから来た方おっしゃるんですけど、地元の方もその意味ではちょっと何て言いますか、あまり商売系のない方ばっかりですので、大変こう良心的な値段でサバの刺身食べれるんですけど、私特にもうそれが大好きで、もうそういう意味じゃ私多分絶対こう骨太で実は元気でいられるんじゃないかと思いますけど、そんな美味しいもの、私も本当に大好物です。ありがとうございます。ありがとうございます。それで空飛ぶ車につきましても、あと3年後に実用化されるということなんですけど、私たちの町では空飛ぶ救急車的な役割をぜひ担ってもらうような、そんなことを今から準備しようということで、実際に動き出しているプロジェクトがあるんですけど、それは何かって言いますと、まずですね救急車に乗ってる時から患者さんの状態をデータをですね病院とかそういう空ドクターヘイとか空飛ぶ車に発信できるようにしていこうと。でそうすることによって、まず状態が刻々と変わるにしても早く手が打てると。でしかも例えばこの方は陸路を走るよりも空路空をですね飛んで大学病院とかそういうところに早く行った方がいいということになれば、その段階でいわばトリアージ優先度つけてアプリの方でこの方はもう空飛んだ方がいいと、で空飛んだ場合にどこで例えば空飛ぶ車とかヘリコプターとランデブーするかというランデブーポイントもアプリ上で表示できるようにする。そしてそこに救急車が向かうし、また空飛ぶ車もしくはドクターヘリがそこの到着をして短時間でランデブーして例えば大学病院に行くというようなアプリをですね、もう今年度中に作るということで、国のデジタル田園都市交付金の採択応援をいただきまして、
作ることにしてますし、仮にあの空を飛ばないとしてもですね、陸路で行くにしてもこの搬送時間の間に病院の方で症状が分かるってすごく大事だと思ってまして、例えば心筋梗塞とか脳梗塞って急を要するんですけど、到着してからお医者さんが診察するという形を取っているのが今までの例なんですけど、もう到着する前に症状が分かって、あ、この人はもうカテーテルに早くしなきゃいけないなと思ったのを待ち構えててですね、で病院に着くやいないや、はい、手術というふうに、私ども実は30分ですね、心筋梗塞の方も治療を早くする、あるいは脳梗塞の方も30分早くする、これを目標にしたあのシステムを作るということで、今年度もう作り上げますけれども、そのようなシステムを動かしていくんですけど、その中で救急車の中のモニターでデータを蓄積してですね、気温がこれぐらいで湿度がこれぐらいの時には、あの救急搬送した方が例えばその後あの大変厳しい状況になったとか、あるいは治ったとか、そういうデータをこう蓄積していきますと、 AI で解析をすると、今日のこの気温この湿度だったら、あ、これはやっぱり空飛んで早く大学病院行った方がいいぞ、危ないぞというのをあの割り出すことができますので、そうやって助かる命を増やすためにその空飛ぶ車を活用していこうということで、空飛ぶ車ができる前から空飛ぶ車もにも使えるようなアプリをもう作っちゃおうということでですね、これを今あのうちの町ですでに手掛けていましてですね、これからやっぱりあのいろいろな病気の中で安心して生活できる町かどうかってすごく大事だと思いますので、その時に、まあ、大きな大学病院とか全国でも有名な病院はなくても、あの空を飛んででも早くあの治療を受けることができる街になるってすごく大事なことだと思いますので、それをもう実現していこうということで、まあ、延岡の場合は大きな街からちょっと離れている、まあ、うちの街実は陸の孤島というふうに言われてたんですけど、その課題をデジタルの力で解決できる時代がやってきたということで、それならいち早くそのデジタルの力を使って、そしてまた空飛ぶ車の、あの技術も組み合わせる形で命を救うために、それを利用させていただこうじゃないかということでですね、こういうプロジェクト始めているところでありましてですね、ぜひまたあの本当に実際の実証実験などと組み合わせて、またあの動かしていきたいというふうに考えているところであります。ありがとうございます。それであの延岡に進出していただく企業さんにとって、あの本当にこう応援が手厚いなと感じていただけるような応援をさせていただく、あるいは生活者として住んだ時にご本人もあるいはご家族もお子さんも、あ、ここに来てよかったなとこう思っていただけるような街づくりっていうのをどんどんやっていく必要がありますし、もうやり始めているつもりなんですけども、あの、まあ、企業さんにとって延岡市に進出したり延岡市と組むと一体何がいいんだろうかっていうのをちょっとこうまとめてみたんですけど、まずですね、あの先ほど言いました人柄が素直な方がいるっていうのに加えまして、うちの町ってあの旭化成さんが今年で100周年なんですけども、あの要は理系人材が毎年毎年あの育っていると、で退職した後も生活者なんだけど実は理系のセンスを持った人がいると、ですから例えばあのデジタル関係 の分野の新しいプロジェクトって必ずあの実証事業に参加していただく方とか、あのそういう方がたくさん協力いただけるかどうかっていうのが大事になってくるんですけど、延岡はもともと理系の方が OB もいらっしゃいますので、あのどういうことでこの実証実験は意味があるんだとか大事なのかというのをすぐ分かっていただく方がたくさんおられるんですね。そういう意味ではそういう方々がご協力していただく、こんな分厚いアンケートをちゃんと最後まで書いてくれたりとかですね、そういう方がいらっしゃいます。そしてまたアスリートタウンということでスポーツマンシップの豊かあふれる街ですので、チームプレーというのをすごく大事にしますので、あ、それじゃあみんなでやっぱり力を合わせて新しい技術本当に実用化しようじゃないかみたいな、そんなこう土地柄なんですね。であとまたおかげもありまして東京大、東京学芸大、慶応義塾大、あるいは国立循環器病研究センターなどと連携協定を結んで一緒にいろんなプロジェクトを動かしてますし、もちろん旭化成さんも一緒にやっているということで、こういう下地がある中で延岡市に進出をしていただくと結果的にまず着実に成果が出る、特にやっぱりその市民の皆さんや地域のご協力が得られるのでしっかり成果が出せるということもありますし、延岡市が人口12万ぐらいですので、あの非常に何て言いますか、横展開できるというか、例えば大都市で横浜市とか神戸市であのできた技術あるいはできたプロジェクト、これは大きい町だからできたんでしょっていうことで、他にはあんま関係ないかもしれない、他には通用しないかもしれないなるかもしれませんけど、うちの町の規模でできたんだったら、うちの町より小さい町もうちの町より大きい町もあの本当にあの応用することしていただけることができると思うんですよね。ですから延岡市のような町で一つ形を作ることがですね、全国に横展開できる、
そういう街、全国にお役に立たせていただける、貢献できる街だと思ってますので、企業さんにとっては延岡でしっかり成果を出すと全国にも通用するということにもなると思っています。でさらにですね、やっぱり製造業の街で、結局あの日本って、まあ、IT とかも頑張っていかなきゃいけないんですけど、他の国と比べて強いのっていうのは製造業、ものづくりですけれども、やっぱ製造業ものづくりが強くあり続けるためには、やはりその地域がやっぱいつまでも持続可能で、他にそこに住みたいっていう街になっていくっていうことが必要だと思うんですけど、そういう中で全国の企業さんが延岡と組んで、あるいは延岡の街でいろんなプロジェクトを作り上げるということで、どんどん成功事例が出るにつれまして、そういう製造業の集積している街がどんどんこう、まあ、豊かになるというか、足腰が強くなるということだと思うんですね。で結局延岡と組むということは日本経済全体に貢献していただくことになる、大変あの、まあ、志の高いというと自画自賛かもしれませんが、そういう意味がありますので、ぜひぜひですね、あの多くの企業さんには延岡市と組むと、あるいは延岡市に行こうということを考えていただくと、それは結局一延岡市のためじゃなくてオールジャパンにとって広がることになるんだよと、そういうような街だということもぜひですね知っていただきたいと思ってまして、この点もあの皆さんにはあの今後ご進出していただく上でぜひご参考にしていただきたいと思っています。お話ありがとうございました。どうでした、ケニスさん。いやーすごいですね、まあ、住環境がすごいので住みたいと思いました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ぜひ早速まずお試し体験からよろしくお願いします。あのこの後サバの刺身いただきます。はい、どうぞあのご堪能ください。ありがとうございます。竹さんどうでした。いや、あの旭化成の吉野明さんのお話もお聞きできまして、いや本当になんかあのすごい人が延岡市にいるんだなと、いたんだなというお話聞けてすごい良かったです。またあの EV ステーションとかもまたそのうち増えるとちらっとお聞きしたんですけど、はい、またその辺のお話もまた。そうですね、はいはい、今すでに市があの3カ所市内の道の駅にあの EV ステーションを設けてるんですけど、充電施設ですね。で今後また脱炭素先行地域ということで、はい、今あの環境省にあの申請しているエリアがありまして、そこが実現しますと、そこの乗り合いタクシーとかも EV 化したり、同時にあのカーシェアリングやったりですね、はい、あとそのあの EV ステーションもしくはあの EV 自体を電源として、いざ本当に停電になっちゃった災害の時にですね、そしたらまあ太陽光プラスその EV でいわば電気を供給するということもですね、作っていこうというあのプランも今持っていますので、その意味ではあの脱炭素型の街としてですね、しっかりまたあの進めていきたい、まあ、あのリチウムイオン電池が発明された街だからこそですね、そこは頑張っていかなきゃいけないと思います。あのちなみにですね、吉野明さんもあのご存知の通りすごく気さくな方 で、あとあの延岡であのたくさん の、 あの柔道選手とか、はい、あの陸上選手とか金メダルとか取って、あのオリンピックで取ったりしてますけど、普通に生活してますので、あのよく私があの中学生とか高校生に言うんですけど、なんかあの普通の、ね、人とすれ違ったつもりになるかもしれないけど、今すれ違った人がノーベル賞を次取るかもしれないので今すれ違った、なんかちょっとレジであの買い物レジで並んだ、はい、ちょっとなんか太めの人だなと思う人、実は今度メダル取るかもしれない、延岡ってそんな街だよってこう言ってるんですけど、そういう方があの普通に生活してて、全然みんな気さくですし、はい、また市民もそういう方々慣れているので、本当にこう仲良くしながら本当にこう応援しているというですね、そんな街ではあります。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はですね、あの、まあ、かねてからなんですけど、はい、IT っていうのは、はいはい、あの人々をあの豊かにするっていうところが僕の中の信条としてやっぱありまして、はい、でお話聞いてたらですね、あの 今いる市民の方々のためにももうすでに全力疾走されているだけじゃなくて、あの特にお話聞いて特に感じたのはやっぱ未来へのこう思いというか、そういったものがですね、あの強くあのこう実現されようとしているその力を入れられているということをあの非常に感じまして、どう言ったんでしょうね、あの同じ日本国民として非常に誇らしくなったというか、日本にこんなところがあるんだっていうのを改めて知れて、本当にあの素晴らしいことだなと思いました。本当に感動しました。ありがとうございます。あの IT って結局何のためのものかっていうと、私たちあの整理としてはやっぱり一人一人が自分らしく生きるための手段ということだと思うんですね。例えば役所の窓口、銀行の窓口の空いてる時間に自分の都合日程を合わせ込んで手続きするっていう時代から、だんだん自分が手続きしたいときに役所が利用するとかですね、
金融機関だって今もあの24時間振り込んだりできますけど、そういうことで IT って結局一人一人の生活、あるいは一人一人のライフスタイル、あるいはこう好みに応じて行動ができる、あるいはその自分らしく生きれると、働く場所、働く時間、これも選べるということは IT で実現しますけど、やっぱりあの一人一人がその自分らしく生きるための手段ということだと思いますし、私たちはそこを常に大事にしながら街づくりをしていかなきゃいけないと思ってますので、なんか特定のなんか横文字の世界の人たちだけの、あの分野っていうふうにやっちゃうんじゃなくて、本当にこうあの毎日あの生活している方にとってより便利に、そしてもっと楽に、そしてもっと自分らしく生きる、そのための手段だと思っていますので、そこの考え方っていうのはですね、あの貫いていかなきゃいけないなというふうに思っています。いや、素晴らしい、ありがとうございます。お話しいただいたようにですね、あの非常に魅力的な施策、あのたくさんありまして、大阪とか東京に比べてもですね、あの、まあ、固定費も安くて、で優遇制度もあの非常に充実していると、まあ、今後も含めて人材の確保もですね、あの非常にしやすいという点からでもですね、あの延岡の企業進出、あの本当に魅力的だというふうに思いました。で何よりですね、その市長さんのですね、その情熱的でですね、あの非常に熱いというところがですね、あの今回もとても伝わってきまして、あのお話聞けて本当に良かったと思っております。僕らが取材した様子についてはですね、それぞれのチャンネルで公開しておりますので、こちらの下の概要欄からですね、それぞれのチャンネルに飛んでいただければと思います。市長、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。多くの方にまずは1回ですね、延岡に来ていただきたい、1回来られた方は2回来ていただきたい、まずはそこからお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。